原点らしくていいじゃん。あれ歌えられへん。よし。まあエンターテイナーですから。そうそうそう。彼も彼も。詐欺で詐欺師。いやいやもうやめてやれよもうよ。お疲れ様です。我々に行ってきます。あのトモネから DM 来たんですけど。トモネ？トモネなんかこの近所に働いてるらしいよ。俺の家の近所で、あれだってよ、あの、箱ヘルだかデリヘルだかやってるらしいよ。あの、ほら、日本橋のところの。日本橋で？うん。あ、そう。そっち聞いちゃったんすか？うん。今、1日8万ぐらい稼いでるとか言って。まあ、運っていうか、佐野さんが生かすだけじゃないのか。いや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 。それはない。それは違います。それは違う。うん。なんか急に止めないから DM で助けてありがとう。助けてて多分なんかストーカーに合ってるみたいな。トモネも男関係がよ、あっちもこっちもあっちもこっちもいろんなところになんか連絡してるみたいだからな。あれ佐野さんとか来てないですか。俺のとこ放送中になんかコメント来たよ。で、エテシお金稼いでるから今度ご飯おごってあげるねとか言うから、お前におごられたくねえよって言って。お前体売って稼いだ金なんかもらった日には何言われるかわかんねえ。なんだかんだ言って昼からビシッとは開いてないのね、カバーのとこは。日曜日曜。日曜日どうですか。今日。だから昼ジャスト12時開くわけじゃないのね。あ、1時半からです。あ、そういうこと。はい、いつも1時半から。はい。なるほど。俺は勝手に勘違いしてただけね。そうです。1時半から営業にしてます。うん。はい。待ち伏せしてたの。うん、うん。してない、してない。僕はしてない。ああ。僕はしてて。そう、びっくりした。そう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 。ええと思って。あれ、1時じゃなかったから。うん。それ、劇場で相手も少ないかな。いや、あんま空いてないですね。全くのとこにも空いてない。っていうか、ぼったくりかどうかわからんけど、もう苦しくて、とりあえず日曜も上げとかなあかんとこがやっぱ多いじゃないですか。そりゃそうでしょ。しかも一人しか、ママしかおれへん、そういうとこ。あ、従業員やるから、うん。僕みたいにやってる人が多いかもしれないですけどね。日曜日だけ、暇な時は自分が上げてる。ほんで、あの、女の子に、お酒が高いやつ。いいじゃん、顔が一人で立ってたってお客さん来んだから。じゃあ何回も言うけど、別に佐野さんもちゃんと開ければ来るんですよ。そうそうそう。佐野さんは開けないだけだから。何回も言ってるんですけどね。いや、開いてたら行こうかな。それは毎週ちゃんと開けてれば必ず来るって言ってるんですけど、それはもう絶対やらないです。まあ、もう俺はいいから。いや、もう行きたくてしょ。ほら、ほら、香川、この間俺に言ったじゃんかよ。はい、俺は接客苦手だからって、もうあんたそれじゃあかんやんって言ってたじゃん。ああ、まあ、佐野さんが嫌いって言うからね。ああ嫌いって言うなら、まあ、もうそれをほんなら誰かに任せるしかないよねっていう。でも、まあ、任せてやればいいわけですよ。あの、貸し出しはあかんけど、別に誰かに任せてやることは問題ないんで。全然やる人いるもんね。配信者で、日本橋でどっかで貸し出ししてるとかね。あ、そう。どっかによ。店よ。日本橋じゃん。また3ヶ月ぐらいですか。3ヶ月ぐらいやって、なんかここへ来とったで、半年しか来ない。テレビがおる時やから。テレビがおる時やから。何屋さんですか。だからバーみたいな。バーなんや。だから
会社さん疲れてる。うん？やっぱ疲れてますよ。そう。いやもうやっぱりいないと絶対ダメ。会社でバーしようと思ったら、まあ抜けしてるからそれはやめてなんか言う。ああそういうこと。あ、佐野さん番号教えてください。うん、ちょっと25日のやつちょっと、うん、紙で言って俺じゃねえと俺5、はい、何名にも教えてないから、はい、明日電話しますね。さん、うん、何時ぐらい起きます？え、何時ぐらい起きます？いやまあ何回かしつこく鳴らしてりゃ誰だこれってあって思う。そんなパターンですか？配信終わったぐらいがちょうどいいかな。うん。タオルダメですね。タオルすることするよ。でもさ、吸ってるイメージないもん。ねえ、あんまり吸ってる感じせえもん。はい、はい、お願いします。一瞬信長ってきたからすげえドキッとしちゃって、はい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 、名前に一瞬、あれと思って、もう その名前全く使ってないでしょ。もう使ってるんですよ、ね、ドキッとして本人かなと思って探ったら違かったっていう、はい、その名前使わない方がいいよっつって言って、あ、まあ、ここつだからいいけど、はい、びっくりしちゃって、あれってみたいな。まあでもこのラナイさんもフワッチまで見に来てる。どっちからなの？フワッチから来てるんですかね、この人。いや、向こうからですね。ニコ生が直で来てるんだ。あー、ニコ生直で来て、フワ来てるっていう。やっぱあのニコ生やってた人はそのいろんなとこ行く人多いですね。ちゃんとこう、点々と最初でも迷うぜ、試行錯誤するぜ、チョイスするときに。あー、悩む、やっぱ考える、一瞬。まあ確かに、うん、今日はなんかこっちっすよ。そうそうそう、小声で今なんかナムルやってたな。佐野さんも浸透するかなと思ったら、さっき佐野さんとか言ってくれないっていう。佐野さん結構 YouTube とか見てって言ってんで、面白い人だからって言って。まあでも未だに佐野さんとユイガは YouTube で配信者の中では多分一番動画上がってる。トップと、はい、トップ一番多いと思う。あれ結局11日何もなかったっていう。まあそうです。まあでも昨日からですよね。ああ、はい、で月曜日にお金が振り込まれてるかどうかっていうところが問題ですね。あ、なんか局所お金振り込んでくれる。はい、まあ、できてないし。え、サイト言うのか。あ、人が言ってたか。直接、いや、それ言ってるだけですよ。裏でなんか支援してくれる人がいるとか言っとったから。あれでしょ、携帯が止まってたから、あの SMS で、ほら、もらえないから、もらえねえから携帯つなぎ直さないと取れねえから、まず一回貸してくれの手からに入ったんでしょ。言ってるだけですよ。絶対言ってるだけ。だってそんなもうもっと焦ってますよ、あいつが止まってたら。しかもその前に10万借りてるらしいから、すぐさまそんな払うの決まってるじゃないですか。そんな携帯の支払いなんてもう頭から分かってるわけやから。で、どうせペックス使ってんだったら、160をもし換金してねえんだったら、16回あの換金しなきゃなんねえんだ。一発10万しか落とせねえんだから。そんなのあんなのパータローじゃねえんだから、落としてねえわけねえんだから、口座に。あ、絶対にあのやってんだ。タンス貯金してますよ。なってやってる。あいつなんかそのポイントとか消えたらやっぱ困るから、バンとかなってね。だからもうすぐさま下ろしてる。だから残ってる残ってるって言ってるだけで。ツイキャス行った時はちょっと笑っちゃった。だからロムって、俺がさ、バンになった時もさ、バンになったら、あ、もうアカウントも入れねえし、あの置いといたポイントも全部凍結になるから、はい、もう俺ら即日下ろすんだよって言ってるのを全部耳で聞いてるから、あいつは全部やってるはず。それだ、基本的に即日下ろすんですか？俺は即日。危ない、危ないから。危ない。だからあの、PIX の方にさえ移しときゃいいんですよ。そう。うん。でも1日50万しか無理やね、あれ。限界が。PIX？ PIX に移動すんのが。マックスが？そうそう。フワッチのポイントが50万以上は無理。俺50だったかな。
月50万、たぶん1日50万ですよ。ペックスに移動するの。ペックスに溜まってるお金いくらでも下ろせるんですけど、10万ずつやったら。僕、詳しい話聞ける。ペックスから銀行口座はいくらだって入れれるんだよ。ふわっちからペックスが50万しか溜まってない。ってことは5回までってことか。いや、あの50万まで一気に行きます、それは。ふわっちからペックスポイントに交換するのは一気に50万ポイントに行きます。だけど、それが1回しかできないはず。1日1回しか。1日ですよ。1月じゃない。100万下ろそうと思ったら2日かかると思う。佐野さん、イベント出るんですか？いや、ちょっと待って。それ、香川ちょっと違うな。10万だったと思うよ。あのね、ふわっちポイントをペックス換金は1回は 10万で、それを回数限度なくもう1回10万もう1回10万って。いや、50万までいきますよ。もうそう、50万までいきます。いけると思います。僕大体まあまあまあ、俺は50万もポイント貯めたことないからね。うん、まあ、即日ですから。さあ、即日で50万以上なかなか難しいですから。うん、分かっていただきます。本当は危ないんだな、ふわっち。危険人物しかいないから。でもやっぱね、そういうふわっちっていう配信サイトが潰れる潰れる言われて、うん、まあ、まだやっぱ生き残ってんのは、いまだにそんな放送してる人数増えてないですから。そこまで言うほどね、増えてないけど生き残ってるっていうのは、それだけお金投げてくれる層が集まってるとこですね。あの、生き残ってるっていうか、うん、むしろ減ってってるよ。減ってるかね。俺絶対減ってると思うよ。減ってるかな。サイトに行ってる。あ、そう、他に逃げてると思う。佐野さんとかが来る前なんか、そんな1枠マックスで夜でも25枠とか30枠しかなかった。それしかなかった。あの、だからおすすめページがパソコンで見たときに2ページ目なかったんですか？1ページ目しかなくて、えらい少ないなって思ってたけど、そこから今はもう2、3ページ目まであるんで、それでもそんなもんですからね。かがし粘着してる。その時も見てたもん。見に行って楽しいな、この人ってやっぱり。まあまあね、まあでもあれじゃない、過去のその時代で見てったら一番うまいことやったのは柴田じゃね。あ、だろ。もう突き抜けたな、あれはな。次はもう石川の隆起ぐらいでさ、のような気がするけどね。そのさ、柴田なんて認識あったんですか？あるよ。あるんですか？あれ、薬局屋の隣のあれじゃんかよ。横浜のあれだろ、ガキだろ、息子だろがよ。佐野さん、柴田と絡んだことあるんですか？ないよ、俺嫌だから。あれもだから、あの、ピアキャス、YouTube やってたもんで、やめてたんだよ、ずっとあいつ、配信。あ、配信やめてたの、配信してたの。YouTube だけをやめて。あ、YouTube こっちに帰ってきてる。あ、一回ね。あ、そういうことか。で、また、ほんで変なと結婚式になると。結婚したの？あれと、あの、佐野の、佐野ちゃんとか、佐野ちゃん、あの、坂口涼子の。あ、坂口アンリーだろ。あれ嘘、うん、あれと結婚したんや。あれ嘘ですよ。そう、あれは偽装結婚をして、ほんでネタがバレて坂口アンリーが暴露して炎上したんだよ、てめえの YouTube が。そもそも、あの、坂口アンリーっていう名前が、あの、芸名なんで。だからさ、アンリーさん、あの、あれ神戸でやってたよ。だけど思うけど、柴田はもう坂口アンリに声かけたの自分からじゃん、ツイッターで。それで俺が、あの、ちょっと声かけるよって言って向こうが反応して、お互いウィンウィンの関係になろうと思っただけなんだから。そうだろ。だから、なんか炎上してる系を取り上げて、うん、そうなんか言ってこいなんだよ。柴田もあれと揉めてるやん、暗黒と。ああ、暗黒と揉めてるっていうか、あっこ昔からなんか悪いですよ。ちょっと、パチンコ、パチンコでパチンコ配信して、あれで揉めてる。まあ、なんか毎回そんな感じで揉めてる。だって、あの、柴田